サラスバティ、サラスワティは芸術、学問などの地を司るヒンドゥー教の女神である。日本では七福神の一柱、弁祭天として親しまれており、仏教伝来時に根光明行を通じて中国から伝えられた。肌は白く、額には三日月の印をつけ、白い衣をまとい、四本の腕を持ち、二本の腕には、ジ珠とベーダ、もう一組の腕に、 ビーナと呼ばれるビワに似た弦楽器を持ち、白鳥、または孔雀の上、あるいは白いレンゲの上に座る姿として描かれる。白鳥、孔雀はサラスバティの乗り物である。サラスバティは水辺に描かれる。サンスクリットでサラスバティとは水を持つ者の,の意であり、水と法上の女神である、ともされている。インドの最も古い聖典、リグベーダにおいて、 はじめは、聖なる川、サラスバティ川の化身であった。流れる川が転じて、流れるものすべての女神となった。言葉の神、バーチと同一視され、サンスクリットとそれを書き記すためのデーバナーガリー文字を創造したとされる。後には、陰律、三下の女神ガヤトリーと同一視されることになった。ヒンドゥー教の創造の神、ブラフマーの妻である。 そもそもはブラフマーが、自らの体からサラスバティを作り出したが、そのあまりの美しさのため妻に目取ろうとした。逃れるサラスバティを常に見ようとしたブラフマーは、自らの前後左右の四方に顔を作り出した。さらに、その上に五つ目の顔ができたとき、その球根から逃れられないと観念したサラスバティは、ブラフマーと結婚し、その間に人類の子孫マヌが誕生した。また、 もともとは、ラクシュミー、ガンガーと共に、ビシュヌの日であり、三人の仲が悪かったからって、後に、ブラフマーの妻になったという遺説もある。ブラフマーと、ガイアトリーとの結婚談は、聖典、パドマプラーナに出てくる。サラスバティはプライドが高く、高慢な性格の持ち主である。ブラフマーが神々を集めて、祭儀を、プシカルで行った際、 帝国になってもサラスバティは出席しなかった。ブラフマーは死者を派遣して、サラスバティを呼んだが、サラスバティは化粧中なので、もう少し待ってほしいと返事した。それを怒ったブラフマーは神々にもう別の日に彼と一緒に祭儀を取り行うことが欲しいとこうところ、神々はブラフマーに、グジャール族の少女ガーヤトリーを紹介した。ブラフマーはガーヤトリーを日に迎えて、 サ議を取り行った。その後、祭儀の場に到着したサラスバティは激怒し、ブラフマーに、サイは一年に一度しかできない、プシカルでこそブラフマーが崇拝されるという呪いをかけた。サラスバティは、ゾロアスター教のアナーヒターと同期限と推定される。アナーヒターには、ハラフアティー・アルドイー・スーラーという別名があり、ハラフアティは、言語学的には、 サラスバティのペルシア語読みとされるためである。これは偶然の一致ではなく、インドイラン共通時代から信仰されていた女神が、民族の分裂と共に二つに分かれたものではないかと、されている。ありがとうございます。